はい、もっといい音あなたのためにシュガーフィールズです。今日はね、安い、早い、もっといい音のレコーディングスタジオを紹介したいと思います。こちらです。楽用レーベルレコーディングスタジオなんですけども、このチャンネルでは、まあ、おなじみだと思うんですが、改めてちょっと紹介させていただこうと思います。まず、入ってすぐにございますのが、招き猫と招きタイガーでございますね。はい、そのすぐ隣にございますのが、カーペオレーベルっていうぐらいですから、コーヒーメーカーです。これめっちゃ美味しいと評判です。コーヒーショップ並みのね、コーヒーをね、いつでも飲んでいただけるようになっております。無料ですよ、はい、サービスでございます。まあ、バンドさんね、いつも入ってこられて、ここにちょっとテーブル今置いてあるんですが、ここはマネージャーさん席みたいな感じでね、ここに座って、まあ、PC とかディレクター席みたいな、使わなくてもいいです。撤収もできます。そして、まず、まあ、鍵盤はありますね。鍵盤、すごいいい音のピアノですので、ピアノ、ストリング、ソウルガンなどもろもろ、これを定番のね、鍵盤に関してはこれを使ってもらっても大丈夫です。で、ギターの方はここです。エレキギターの方はここに座ってもらって、いつもの見せびらきをしてください。こう足元にエフェクターなどこう用意してもらって、でこちらアンプ、デラックスリバーブです。フェンダーのね、これヴィンテージの本物です。70年代すごくちゃんとメンテナンスした当時のすごくいい音のデラックスリバーブでございます。まあ、こちらをね、ぜひ使っていただきたいと思います。このね、推奨の、ボリュームの数字とか、まあ、この辺を参考にしてもらいながら、エフェクターを使いの方は2番にさせてくださいね。でもう直差しの方はもう1番にさせちゃってください。はい、でこっからは音は出ません。あえて切ってます。出すこともできるんですけど、レコーディングの際はこっから音を出すとドラムとかと被っちゃうんで、一発撮りでも完全音がセパレートして撮れるようになってるので、こっから音は出さずに、奥のサイレントキャビネットっていう、うちの、ね、オリジナルのセレッションのヴィンテージスタンジを鳴らして、手話の57でマイク撮りをしてると定番の設定になってるんですけど、これが ライン撮りに見せかけてちゃんとマイク撮りっていう、本当にここにマイクを立ててるのと何ら変わらずというか、それ以上の音でね、撮れるようにね、マイクセッティングも込みでしっかりされてますんで、ここに突っ込んでもらってヘッドホンでモニターすれば、もう今撮っている撮られているレコーディングの音が、録音できるということでございます。もう一個ギターアンプのヘッドがありますね。これマーシャルの900です。 JCM900 ね、王道のやつでございますね。定番中の定番で、これもヴィンテージの本物でございます。ちょっと使い方なども書いてますので、まあね、お分かりの方多いと思いますが、ぜひ使ってください。すごいいい音します。マーシャルだなって音がします。はい、これもフェンダーだなーって音がします。よくまあリハスタでマーシャルとフェンダーと使い分けてる方はおられると思うんですけど、まあどちらかで十分な音がしてます。JC 使ってる方もいると思うんですけど、JC ってあんまりね、レコーディングでは使わないんですよ。やっぱりパリッパリになってね、あんまり、よろしくないので、どっちか使ってもらえばまず問題ないです。でちなみにもう一個ギターアンプありまして、レイニーもね、これもね、なかなか良いですよ。ちょっと小さいんですけども、真空管で、非常にこうドクリーンもいけますし、グインでがっつり歪ませて、マーシャルとはまたちょっと違う厚みのある音になりますね。マーシャルよりも倍音感はちょっと薄い感じはするんですけども、とても良いアンプと私です。これも使っていただくことができます。そしてすぐ行きますよ。ベースさんはここに座ってください。でベースさんここでね、まあ、同じく足元ある方はお見せ開きしていただきまして、まあ、電源はここにありますね。ファーマンのね、ここから取ってもらって。で、まずは、この、うちのね、カフェオレーベルのアマテラス DI。こちらに、もうぶっ刺してください。で、そっからですね、DI に見せかけて、これ DI じゃなくてね、そのまま一応いいトランスを通って、このアギラーのね、これをプリアンプとしてお使いください。ここでまあ音色を作れます。マスターにベースにトレーブル、ミッドフリーケンシーがあってミッドレベル。で、これ原因でちょっとブリブリに歪ますことも可能です。はい、ここでまあ音を作ってもらって、これがまあ、いわゆるベースアンプのヘッドっていう感じになるんですよね。で、これが、一度ニーブ君を通って、向こうに、PB のパワーアンプがあります。ちょっとまあ見えないんですけども、このパワーアンプで、音が増幅され、これも、ベース用のサイレントキャビネットから音が出てます。で、マイク撮りをしているという感じです。
で音は外には漏れませんので、バンドで一発撮りをする時も全部マイク撮りなんですけども、完全に音はセパレートで撮るので、一発で撮って、ベースだけ後で直したいとか、全部弾き直したいとかも全部可能でございます。そしてドラムですね、こちらもうドラマーさん来ていただいて、もう座ってもらえたらもうマイクがすでにセッティングしてあります。オーバーヘッドと多分スネア、まあスネアは自己自分のものに取り替えてもらって、この、スネアトップボトムはね、もうあのスタンドにすでについてますんで、このご自分のねスネアを持ってきてもらってセッティングしてもらったら、ここにこうよいしょとペタッとつけてもらえば OK です。あのね、リハスタでご自分でね、あのレコーディングされるとかいう方ってもうマイク持ち込んでいちいちこうつけて大変だと思うんですけど、まあもうすでについてますので、でドラムのチューニングも毎回そこそこいい感じになってますので、すぐレコーディングに入っていただけます。はい、もちろんね、あのキックにも、マイク入ってます。はい、このスタジオも始めて十数年になるんですけど、かなり音の点では詰めに詰めてますので、来てマルチトラックで撮るだけでかなりいい音、全てのチャンネルにね、ニーブクも撮ってますしね、リッチな音で、録音できると思います。ドラムをね撮るときはね、これしてください。これこういうスイッチがあって、はい、シャッターが降りてまいりますので、これね下げてもらって、防音のためです。ドラムのレコーディングを進めましょう。こういうねちょっと秘密基地っぽいねやつもございますので、そしてこちらです。こちらボーカルブースになってまして、歌はねここで撮ってもらいます。基本的にはあれですかね、まあオケド全部撮り終わってから、まあ何度か一発で撮って、ドラムを直し、ベースを直し、ギター直し、ギター直し、ちょっとねギターソロとか重ねるのあったら重ねたり、ギター何本でも重ねられますし、鍵盤も重ねられます。で、オケを取り終わった段階でここに来てもらってボーカルさんを歌います。もちろんヘッドホンしていただいてね、まあ、歌詞カードなどここに置いて、ここもねマイクプリは1011っていうあのね、超いいやつを使ってコンプの掛け取りで気持ちよく取れますので、でマイクは、ここにアマテラスの、8097S ですね、こちらが常設されております。まあ、これで歌うとね、気持ちいいです。非常に評判いいです。歌いやすいと、まあ、こんな感じで、歌ってもらえれば OK です。で歌も前何回撮っても OK ですしね、いいとこ取りをしたりピッチを修正したりとかして、最高のテイクを残すことができます。そしてね、なんか海も見えますけどもね、これなんとなくです。はい、なんとなく気分いいかなと。ここがねなんか壁になってね、まあ壁なんですけどね、なんかこうちょっと遠くが見える雰囲気に気分よく歌っていただけるかなと思っています。風水的にもいいらしいですよ、こっち側海見せるとね。はい、あとここに先ほどちょっと見えたかもですけど、ギターやベースがたくさんあります。これらの楽器は完全に無料で自由に使っていただけますので、もしなんか興味ある方はですね、これこのアコギ、マーチンのアコギ使いたいなとか、オベーションのアコギもありますし、ベースに、なかなかヴィンテージの70年代のねこの超重いですけどストラトがあったり、スティングレーがあったり、ね、フェンダーのプレベがあったり、これはですね、新ラインですね。あ、可愛いですね。美しい。これはですね、不次元。ね。あと、こんな、SG があったりとかいう感じでございますね。あと、私がこれね、大学生の時暇に任せて作った、オリジナルギターですね。これ、ホームセンターで木を買ってきて、テレキャスのネックをつけたっていうやつもね。これ今、弦張ってないですけどね、使っていただけます。あとパーカッション類もたくさん用意させていただいておりますので、これやらまあねこういうボンゴやら鈴やら細かいのこの奥の方にいっぱいありますので、これもご自由に使っていただいて OK です。あ、ちなみにスネアここにありますね。これがねうちのドラムセットのソダーの、セットについてる元々あった、スネアです。これもなかなかねウッディな柔らかい音しますし、こっちの
これも自由に使ってください。これはあのラディックのあれですよね、スチールの何だったっけ、 LM なんとかだっけ。これもあの定番のスネアですごくいい音しますので、これを使っていただいても大丈夫です。そしてぐるっときまして、こちらがエンジニア席になります。こちらに私がいたり、エンジニアの木村がいたり、します。 DIY のねお客さんの方はね、ご自分らでねあの録音されてエンジニアも一緒に来られるって方は、まあ、ここに座って、やっていただいて OK です。で全部、ルーティングされてまして、もうすぐ、ドラムは全部パラで、キック、スネアのボトム、スネアトップ、これオーバーヘッド、タム、タムと、バラバラで、全部取れます。ベースもギターもこの叩き台があるんでね、この叩き台の、キューベースもこれをすぐ 使うので、何ら難しいセッティングをすることなくすぐ録音に入れるという状態になっています。でもう取っちゃえば十分な音で取れるので、思う存分取ってミックス、そしてマスタリングと全部やれます。であとモニターの返しですけど、皆さん一応各所にヘッドホンが、それぞれのところにありまして、でヘッドホンの返しはこのズームのミキサーで、これでね調整します。でこれは完全に返し用のミキサーです。これを上げたり下げたりしたところでレコーディングレベルには一切関係ないので、まあお好みで、で各ヘッドホンごとにバランスも変えられるようになっています。まあね、あんまり変えなくてもね、うちのあの割と詰めたセッティングが仕上がってるんで、だいたいねみんな同じぐらいでやっても全く問題なくすぐ取れますね。でこれが各トラックから入ってくるマイク取りをしてね入ってくる、マイクのプリアンプになってまして、16チャンネル分あって、もうレベル合わせがほぼできてます。だいたいいい感じで音出してもらえばもうこのキューベースに程よいバランスで取れますので、ゼロからのレベル合わせはする必要はありません。これらから全部、ニーブ君をね、この辺がねうちのニーブ君のこのニーユーバージョンのやつですね。これが全ドラムトラックはこの中の、ニーブ君を、まあ、ライントランスですね通って入ってきて、であのインターフェースに RME のインターフェースに入ってます。この辺もねちょっと見慣れない箱だと思うんですけど、初期モデルのニーブ君です。この辺も、なかなかよろしいヴィンテージのねトランスが入っておりますので、全部これらを通ってでインターフェースに、そしてキューベースにという流れのルーティングになっております。モニタースピーカー、これもねパッと見見慣れない絵かと思うんですけど、初期型の 9012MZ ですね。今はこれ箱がね黒くなってるんですけど、まあ最初の頃はねあのこんなウッディな感じでね、これなんとなくあの気持ちを和らげるためにちょっと貼ってるだけのね、やつでございますけどね。まあそんな感じでここで、ミックスをし、落とし上げていくという感じでございますね。あ、そして、こちらにもモニターがあります。こちらのモニターとエンジニアのモニター全く同じものが映ってますんで、ね、エンジニアの方にこのじゃあ41小節ぐらいからもう一回お願いしますとか、なんか言ってもらえたらやり取りがしやすいようになっております。で弾き語りの方がね、録音される場合もあるんですけども、そういう場合は大体ねこの辺に座ってもらってアコギを持ってもらいますね。まあマイクをここに立てます。これもアマテラスの 8097S などを使って、アコギを取り、歌を取りっていうな、まあ、一番アコギの取り方で定番なのはうちでは、クリックを聞きながら、仮歌を、取ります。もう弾き語りで適当にその尺さえ間違わないで仮歌として取ってもらいます。でその後それを聞きながらアコギだけを取ります。アコギだけ取るんで、ちょっとミスったらパンチに直したりとかできますし、で完璧なアコギのテイクを取ったら、今度はそれを聞きながら、もう仮歌はいらないんで、その取ったアコギを聞きながら歌を取ると。歌はやっぱり奥で取る。というようなね、流れが弾き語りでは多かったりしますね。まあ、それでやると、歌もピッチ修正とか、いろんな細かい修正ができるので、でなおかつねやっぱりちゃんとクリック聞いてやってもらって、でうちもクリックもねすごくもう煮詰めに煮詰めたクリック音で出してるんで、割とねやりやすいです。クリックなんか慣れてないんだなっていう方にも結構聞きやすい音でクリック出してますので、アコギと歌別々に撮ってもね全然馴染むんですよね。あの軍内大型とかのね、まあ、弾き語りのねテイクも別々に撮ったりしてるもの結構ありますからね。
で、レコーディング終わったら、まあ、お支払いもねしていただくわけですけども、うちは、まあ、現金とクレジットカードで各種なんかいろいろなんとかペイとかなんかいっぱいありますよね。なんとかペイとかなんとかペイとかの大概揃ってますの でこういうところからの、お支払いも可能になります。であとこちらに神々が、飾られております。ロックの神々ですね。あなたもねいくら若いとはいえね、これが我々の音楽を作った神々でございますのでね、この辺は一応祀っております。はいご存知ですかね。はい、結構喜ばれますね。神々に見守られてロックを我々も継承していこうではないかと、ね、まあロックと言いますかポップスと言いますかね、全てのこのグルーヴの神々でございますね。こちらちなみにトイレです。トイレはこちらです。はい、こんな感じでトイレです。はい、こんな感じ。そんなわけで、カフェオレエベルスタジオ、まあスタジオツアーですね、ざっくりさせてもらいました。あとねスタジオを使われる方々いろいろなんですけど、ドラムだけを撮りたいっていう方とかも結構来られるので、そういうのも可能になってます。生ドラムに打ち込みを差し替えたいとかいう目的で来られる方もいますの でそういうのもエンジニア付きでもいいですし、ご自分でキューベースとか触れる方は、まあ、ドラマーさんに来てもらってね、まあ、リハスタ価格ぐらいで、すぐに、面倒な手間なくいい音で、撮っていただくことができるようになっております。というわけでもっといい音あなたのためにシュガーフィールズでした。じゃあね、ゆっくりしようよ、ゆっくりしようよ、いつでも十分ちょうどいい、いつでも十分メロディー。